ピックアップ声ボンヌ。はい、ということで、タイトルコールして、くれましたのは、斉藤昇さん。はい、はい、こんばんは。はい、こんばんは、お願いします。斉藤さん、はい、今日ね、ボイスブックの収録、先ほど終えましたけれども、はい、当初のね、1時間近くの、作品を収録予定だったんですが、はい、なぜか、ね、つい数日前にね、はい、朗読劇というか、まあ、群読公演というね、はい、大変な、こう公演に出演して、はい、まあ、舞台公演というかね、それがやっと終えて、で見事に体調崩して、そうですね、はい、なのでちょっと1時間は無理ということで、はいはい、急遽ね作品を変更して何にしようかということで、はい、読んでいただいた作品なんですけど、はい、はい、これタイトル何でしょうか。はい、タイトルがですね、力太郎という作品です。はい、はい、力太郎。なんか昔ソーダ水でさ、力太郎ってなかった？あ、力水かそれ。力水ですね。あれはね。なんか聞いたことあるな。全然違いますね。すごいね。はい、力太郎っていうのはこれはどういったお話ですか？あ、もともと岩手県の昔話なんですけど、うん、はい。まあ昔あるところに住んでるおじいさんとおばあさんがいまして、うんうん、まあこの2人が全くお風呂入らないんですよ。何ですどういうこと？お風呂入らないって、おじいさんおばあさんでしょ？おじいさんおばあさんです。いや、おじいさんおばあさんってことはまあ言っても60歳以上とかでしょ？まあそうですね。60年間風呂入んないって、それはもうもはや野生じゃん。いや、あれまずおじいちゃんおばあちゃんっていう肩書きつくこと自体がおかしいじゃん。そういやいやいや、そういう話なんでそこはスルーしてください。誰考えたの？まず出だしからおかしいでしょ。いいんです、いいんです、いいんです。はいはい。で、初めてお風呂に入って汚れを落とすわけですよ。まあそしたらまあ体からいっぱい赤が出ますよね。出るよね。出ますね。それはね、いっぱい出ますよ。で、なぜかその赤を使って赤ちゃんの人形を作るんですね。赤を使って赤ちゃんの人形を作るってできるわけないじゃん、そんな。まあ実際に考えるとそうなんですけど、そうなんですけど、これは昔話だから。昔話ってだからって何でもありだろこれ。ファンタジー、ファンタジー、ファンタジーなんだね。そっかそっか。そう考えればね、まあじゃあ昔のハリー・ポッターみたいなもんなんだこれは。ちょっと違うかな。違う、ちょっとそれは違うかな。わかりました、わかりました。はい、それで、はい、でその赤ちゃんがの人形を作って、そうするとその人形がですね、人間の赤ちゃんになるんです。はいはい。なんかピノキオみたいな話からなんだろう。まあまあそうですね。うん。なんだよ。なんかすごいね。はい。で、まあその子が成長していって、まあ旅に出るって話ではあるんですけど。はいはいはい。ちょっとまあ作品的に短いんで、これ以上話しちゃうとだいぶネタバレになっちゃうんで言えないんですけど。いやもうネタバレも何もだって最初から風呂入ってね、ジジババの話でしょ。そうですね。若干汚い話ですね。若干汚いよね。その赤がそれで、赤が人間になって、はい、人形が人間になってさらに今度旅に出ると。そうですね。赤の旅に出ると。赤の旅じゃないですけど。ではないけど、旅に出たところで風呂入んないでしょ、また赤の。いや、そうですね。まあ実際どうなんですかね。その赤でできてるからお風呂入ったらどうなんだろう。いや、流れちゃうでしょ。流れちゃいますかね。流れちゃう。お風呂入ってないんだよ多分。すごいな。そっか、そういうことか。いや、それを、この話を斉藤君は実際に初めて聞いたのが小学生の時。あ、そう、小学校3年生ぐらいの時に国語の教科書にこの作品があったんですよ。いや、ちょっと教科書に載せるって教育上どうなんですかこれ。それはだって赤からその人形とかね、人間が生まれるっていうことを期待して、うちの子がお風呂に入んなくなっちゃったんでどうしたらいいんですかっていうふうに学校に苦情とか来なかったんですかね当時ね。どうなんですかね。でも当時は、まあ子供ですから、逆にこういう話面白いじゃないですか。面白い面白い。ね、だからもうみんな真似はしてましたけど。絶対ね、家帰ってね、お父さんとかね、お母さんの赤すりとかやってるんですよ、多分。実際やりました。やったマジでね。で、その赤を使ってなんかなんないかなみたいな。って思ったんですけど、全然たまんなかったです。たまんないでしょ、そりゃ。だって60年だよ。60年 ×2 だよ。それはね、もはやそのおじいちゃんおばあちゃん、それ赤取れた瞬間に相当寒かったと思うし、いや、もう赤取るっていうのはもうあれ服脱ぐようなもんなんで、まあそうですね、すごかったと思いますよ。よく考えたよねこの作者ね。そうですね。しかも岩手県ってめっちゃ寒い場所じゃん。あ、確かにそうだね。はい、なんで赤を取ろうと思ったのかっていうのが一番ね。確かに。何があってお風呂入ったんですかね、この2人は。急になんか異常気象で、はい、すごい温暖化が急遽起きたとか、恐竜絶滅クラスのそんなにそんなクラスがそう岩手県になんかもう特化してやべえのが来たみたいな、岩手県沖縄の気候みたいな。そりゃ入りますわ、さすがに。ちょっと入るでしょ、入りますね。今までとちょっと今年違うんだけどみたいな、はい、ちょっと赤の種類違うよねみたいな。そうですねそんなんで入っちゃったかもしれないですね。だからそもそも60年前から、はい、60年も入って、まあ、60歳か分かんないけど、はい、風呂どうしてたんだろうね、それまで。確かにそうなんですね。お風呂自体設置がなかったでしょ多分。まあ確かにそうですね。多分乾いて体を洗うぐらいじゃないですかね。そうだよね、はい。いやー、そうだよな。だから温泉が湧いてたのかな、なんだろうな。岩手県とかだったら温泉湧いてそうだけどね、その、まあありそうですよね、いい温泉が。いや、すごいな、こんなね昔話をね見てね育った岩手県民はね、これ実際東京にもいっぱいいるんだろうね、風呂入んない人ね。いやそれとこれとは別じゃないですかね。関係ないのかな多分別だと思いますということでですね、はい、こういった力太郎、はい、ね、力太郎っていうよりかもう風呂入らな太郎ってみたいなね、なんかそうですね、そんな名前にもなんか力太郎がもうなんか名前負けしちゃってるんですけども、はい、ぜひね聞いていただきたいなと。はい、はい、で斉藤君はねつい最近、まあ、ロードケーキも出られましたけど、はい、今度は4月に今度極相のね、まあ、舞台にも出演することも決まってますが、はいはい、今後のちょっと活動のこうビジョンみたいなのはあるんですか？そうですね、やっぱりこれからも、まあ、このオーディオブックはやりつつ、やっぱりその舞台が好きなんで、まあ舞台も中心にどんどんいろんな公演出れればなとは思ってるんですけど。舞台もやっぱり好き。そうですね。舞台どんなとこ好きですか？やっぱりその生の感じというか、一発勝負じゃないですかあれって。やっぱりミスってもどうしようもできないんで、で特にやっぱお客さんが目の前にいて、そのお客さんの生の感想が聞けるというのも一番大きいんで。なるほどね。はい、その映画にはないような実際の役者の熱だったりだとか、まあ熱量がまあ直接お客さんにぶつかるような、そういった生感をもっと楽しんでもらいたいなというふうに思ってます。なるほど。はい。まあ確かにね、あれはもう本当に独特なものあるよね。そうですね。人間の念というかね。はい。確かに確かに。そうか、じゃあそれをね今年もさらに追求して。そうですね。はい。スキルを上げて、はい、いいね、ステージをもっといいどんどんねいいステージに立てるように頑張っていただきたいなという感じですね。はい、頑張ります。はい。じゃあちょっと最後にね、はい、リスナーの皆さんにちょっとなんか一言メッセージをお願いします。はい。改めまして斉藤昇です。あまりそのオーディオブックというものに関しましては、まあ慣れない部分が結構多くて毎回収録苦労してるんですけれども。まあ、一本一本、どの作品も心を込めて作っておりますので、ぜひ皆さんに聞いてもらえたら嬉しいなって思っています。よろしくお願いします。はい、なんか甘い感じの声出してますけど。甘いですかね。ということで斉藤君ありがとうございました。はい、ありがとうございました。